学生リポーターの森下里奈です。学生リポーターの岡田のどかです。今回はシューズアイランドを運営する東京靴の輝く女性を紹介します。今でジョブガール3。西日本を中心に合わせて39店舗を展開するシューズアイランドは、東京靴が運営する大型靴専門店です。品揃えの良さが自慢ですが、最近はインターネット販売にも力を入れ、全国のお客様に靴の魅力を発信しています。お話を伺うのはシューズアイランド松江学園通り店販売スタッフの野々村舞さんです。学生リポーターの森下里奈です。シューズアイランドの野々村です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。お願いいたします。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速質問ですが、はい、御社の強みについて教えていただけますか。他の靴屋さんとの違いとしては、選定会っていうのがありまして、各問屋さんから全ての靴を全部取り寄せてですね、自分のお店でやりたい靴っていうのをそれぞれ決めていくっていう選定会っていうのがあります。こういった点は日々意識してますっていうところがあれば教えていただきたいです。私が結構自信持ってるのは売り場作りなんですよ。売り場っていうのはやっぱ MD さんとか上の人たちが決めてくれるんですけど、私がやりたいこととか、この靴売りたいぞっていう靴をやっぱ選んでいて、それでなんかポップをつけたり、いろんな演出物とかもして、そこでやっぱりお客さんが入ってきて、うわっみたいな感じのリアクションするとすっごく嬉しくて、それがちょっとやりがいとかもありますね。女性社員の割合が高く、女性が働きやすいとのことでしたが、具体的な取り組みや雰囲気などについて教えてください。子供2人いて時短で働いてるんですけど、やっぱ時短勤務になって前の仕事量と同じような感じではできないんですよ、どうしても。なんでそこを効率上げるとか、他の人に頼むとかはしていかなきゃいけないなって。でもまあそれはできる環境で、すごく子供さんがおられるパートさんとかたくさんいるので、そういうの悩み相談とかもできるし、お互い理解しやすい雰囲気なんです。そうそう、やっぱり休んだ分はその、次の勤務で取り返し頑張っていこうっていう気持ちにはなるかなって思う。ここからはゲーム形式でお話を伺います。5枚の中から1枚選んでください。1回だけパスもできます。それでは、これで難しい。学生時代の経験は今生きている。実はというか、私結構高校時代まですっごい人見知りで、人と喋るの大嫌いだったんですけど、大学で居酒屋のバイトをし始めて、いろんなことを喋れるようになったし、人に接客するみたいなことをが好きになってきて、そういう仕事も選んできたっていうのはありますね。全然想像できない。本当、もう全然人見知りで、ちっちゃい時はもう人見知りですごい明るい方だと思ってます。やっぱりいろんな人と会話することになって、自分も変えていかないといけんと思ったし、でやっぱりなんか明るくなると性格もやっぱ変わってくるし、なんかそんなに落ち込まなくなったし、なかなかコロナ禍であんまり難しいかもしれんけど、いろんなことにチャレンジしていってほしいかなと思います。今回はどんな体験ですか。はい、こちらの売り場に自分のおすすめの商品を2つ選んできていただいて、
こちらのポップにアピールポイントを書いていただきます。はい、はい、決まりました。じゃあ置いてもらって、はいはい、これはどこでもいいです。時間だけ、うん、はい、選びました。これにします。いいなと思ってた。ん、体験取って直してた。素晴らしい、はい、はい、いい売り場が完成しました。いいですね。こんな感じになんか自由に売り場を作るっていうのができるのが私の会社の強みというか、うん、ポイントかな、うん、ですね。今日取材をしてみて、売り場や商品が地域の方に根ざしたものになっているなと感じて、とても素敵だなと思いました。女性が働きやすい環境づくりが制度によってだけでなく、働く人たちによって作られているところがとても魅力的な会社だなと思いました。野々村さんの仕事に対するまっすぐな姿勢を見ることができました。私もこのような仕事の向き合い方を見習っていきたいと思いました。今日はありがとうございました。